ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は大仁田敦、小林邦明対タイガーマスク戦に謎の乱入について触れてまいります。1985年6月21日全日本プロレスで行われたスペシャルウォーズイン武道館で事件は起きます。2代目タイガーマスクが小林邦明の持つ NWA インタージュニアヘビー級選手権に挑戦。試合はあと一歩のところまでタイガーが小林を追い詰めたものの、小林のフィッシャーマンズスープレックスホールドの前に初ピンホール負けを喫しました。リングサイドには1月に引退したばかりの大仁田敦が観戦に訪れていましたが、小林の挑発に腹を立てた大仁田は試合後リングへと乱入。リング上は一触即発のムードになったものの、両者が乱闘を起こすことはありませんでした。しかし怒りの収まらない大仁田は小林戦限定での復帰を提案。改めてジャイアント馬場に小林邦明戦を直訴すると宣言しました。信念を貫く男大仁田敦が引退を撤回するとは考えられないものの、大仁田の眠っていた魂に小林が火をつけたのは間違いないようです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は大仁田敦、小林邦明対タイガーマスク戦に謎の乱入について触れてまいりました。